今住んでいる家の家賃は。おいおい言う。どっちから行った方がいいですかこれ。俺から言いましょうか。いや一緒なんだよ。ここで同じ家に住んでるんですよ。あの同じ物件に住んでるね、部屋こそ違うんですけど、ミョンは6万9千だったところが更新して6万7千下がりました、うん、なんでなんか下がったんですよ。6万とか住んでるの、なんかもっといいとこ住んだ方がいい。いやいやもう限界です。これ以上高くなったら、うん、もう僕破産しちゃいます。何人使うんそんなの。だからポケモンスリープに使うんです。なんでポケモンスリープと漢方に使うんで僕。僕家賃は63ぐらいかな。63平米ではなく、じゃなく63万円、はい。今まではるかに東亜くんの方が家賃高かったんですよ。あれ55万ぐらいで。なんで勝手に家賃損こんな出てないから。なんで暴露されてるの。まあ言ってたと思う。東亜くんめっちゃ気遣ってくれて、はい、もう小ヤッキーさんの家住むのはちょっとなんか良くないから。いい話ですね。そうなんか、うん、いい家住んでくださいって。俺別に家にそんなにこだわりなかったんで。35万ぐらいだったんですけど、それもいいんですよ、いいんですけど、うんうん、なんか引っ越しでね出なきゃいけなかったから、ちょっとまあそれぐらいでいいかと思ってしました。でも今ねあのインマイルームとかでも使ってますから、うん、あそうそうそう、だから仕事としても使ってるから、うん、別に損と思ってない。だから半分事務所と思って使ってるからね。そうですね、確かに。その分も経費に入れられますから、はいはいはい、全然損と思ってませんよ。はい、まあ、そんな感じ、はい、まあ、はい、10倍近くね家賃の差があるということが今明確になりました。ここで、ね、この Vlog でミョンがめちゃくちゃ売れたら、そうバカ売れしたらね、勘弁してください。本当もう皆さんお願いしますね。クリエイター家を買うみたいなね。そうそう夢ありますよね。そうですね。